皆さん、こんにちは。はい、どうも、こんにちは。今回、はい、医師の教養、なんていうかな、特別編。特別編的な感じですね。ちょっと今、最近考えてることを、ちょっとだけ2人でっていうかですね、はい、突撃クエスチョンみたいな感じでやっていこう。まあ、そうですね。何を考えてるのか、ちょっと分かってないところもあります、ね。私、まあ、誰にも負けないぐらいですね、患者さんに手を当てるっていうことが好きでですね。手当ての医療。手当ての医療を訴えながらですね、身体診察を伝導しながら行くんですけどね。とはいえ、手当てってやっぱり何千年も前からある技法ですよね、うん、医療としてはね。でも何千年前の技法と現代のなんていうか技術、うん、これをコラボさせることに必死なんですよ。手当てといつ一方で、そうですよ、そういうことです。でこの辺りで今回考えたのはこれ、紹介になります。これですね、これネックマウント。だって別に開発したわけじゃない。いかに医療とコラボさせるかってことですよね。なるほど、なるほど。皆さん、白い巨塔、これを覚えてるかは分かんないですけど、で、平芝教授大改新でーすってやりたいんです、正直言うと。ピンポンポンポンってみんなひれ伏せーみたいなですね、はい、そんなこと言うと怒られそうですけれども、はい、正座みたいな感じでやってですね、僕は笑いながら改新をする、まあ、これがちょっと夢なんですけど、そんなのできるはずがないですね。なぜかっていうと、例えば10人ぐらいのお医者さんから囲まれる改新ってちょっとどうでしょう、ね、それこそ正座になっちゃうかもしれないし、そこでそこで、あるいはですね、通販そこで、そこで皆さん、そこで今回役立つのがこのネックマウントですね。あ、これどんなんですか、これ、ね、これですね、首にぶら下げられるんですね。で、いわゆる平成のなんか、ね、発明で一番重要なのはこの携帯電話、特にスマートフォンですよね。なるほど。これとこう合体するよね、スマホとね。そうですね。で、これで患者さんにお願いをして、今からフィジカルを取りながらやりますみたいな、これをですね、名付けてフィジカルラウンドオンライン。出た、フィジカルオンライン。フィジカルラウンドオンライン、はい、頭だけ取ると PRO、 プロですね。プロの会心が始まるわけですね。はい、そういうことか。ここで例えば、まあ、携帯と携帯同士、あるいはスカイプ等を使ってですね、ネット中継しながら開始をやっていくってすると、うん、正直ね、一人で待ってできるんですよ。で、神さんはね、緊張せずに済む。そうです ね、まあ確かに。これ、すごくないですか。これで、そのために必要なのがこれ。ネックマウント。ネックマウント。ネックマウント。わりかしアナログな機械ですけどね、こうやってやるとですね、これこう映るわけですね。あ、こうカメラでね。カメラ。しかもこれは、回線が繋がってるっていうのが大事。これ普通の、例えば、ちっちゃいカメラとかだったらね、ネット環境にないので。だからオンライン。オンラインできない。オンラインするためにはスマートフォン。まあ、これ時代ですよ。で、僕は手をですね、手を、それが広がる、もうこれ世界中にできる、すごいハイテクっぽいけど、でも形はありだし、アナログです。そうだね、これって、ね、何がすごいかって、海外とも発信できるわけです。あ、まあまあ、やろうと思えば、やろうと思えば、ね、海外の先生と、こうやって分かんないんで、ちょっと一緒に見てもらえますかって、ね、手元が見えるってのはいいですね。いいですね。はい、だけどね、だけどこの先があるんですよ。この先を考えてくる。ちょっと、これ、ね、気になる、さっきから、ね、なんだろう、これ。これね、これなんですかね。これ。ね、これなんか、もう、段ボールですね。怪しい、ね。そう、これもう、見てもらって。これ、段ボールね。段ボールなんですよ。なんか、ここに、顔みたいなね。段ボールですね、まさか。段ボール。段ボールは、もうこうね。ああ、なんか、あれですね。ね。なんかね、レンズらしい。レンズがついてます。全然見えない。何ですかこれ。これね、ちょっと組み立てますよ。で、組み立てたらもう絶対分かると思うんですよ。でこうなんですね。あ、そっちに行っちゃうんですね。あ、え、もしかして、もしかして、どうなんですよね。これしちゃうね。まあ、とりあえずこれで。これで。これはやっぱこんな感じですね。こんな、あ、この絵見たことないですか、この絵。最近流行りのこの絵。これは、ね、いわゆる VR。 そうですよ。ちょっとね、全然これで、YouTube で検索して、 VR 動画、これちょっと検索してもらう。 VR 動画ね、はい、YouTube でね、 YouTube の中の動画。なんか今日はね、なんかネット通販みたいになってましたけどね、これちょっと、あ、作り方とか出てくる。じゃ、もうこれでもいいですよ。これで、YouTube で
きましたね。沖縄ってやつ。沖縄ですね。で、これを、ちょっといいですか。これね、こうなんだけど、このボタンを押す。はぁ、あ。あ、で、これを、ちょっといいですよ。はい、今、画面が2つ、はいはいはい、2つ出ました。なるほど。ね、これ、YouTube で、この、ごめんなさいね、ちょっと先に向かうんですよ。これ1個の画面ですね。はいはい、これこの画面をタップして、この右下のメガネボタン。なるほど。メガネボタンを押すと2つ目。あ、メガネ。YouTube 何か新しいこと始まってますよ、皆さん。おっと。ここに間入れる。入れる。で、見る。きた、これすごい。お、倒れた範囲。倒れてきた。いや、でもこれすごいですね。はい、これ、時代変わってますよね。すごい。これはすごいですよ。これも魚が。もうここはどこですね。ここは。おおみたいな。なるほど、ね、これイヤホンとかつけたらもうかなり没入ですよ。いやー、これはね、確かに、こんなん来てるんだ。来てる。これね、何が来てるか、皆さんね、もうすぐ感じられた人は分かるかなと思うんですけど、まあ、VR ゴーグルですよね、うん、VR ゴーグル、あ、それ知ってると思うけど、これ何がすごいか、これ100均なんですよ。え、これこれセリアなんですよ。あ、セリアで売ってる。売ってるんですよ。で、正直違う形のだとダイソーにも売ってます。あ、なるほど、いろんなところに、ええ、この形が多分一番なんかこう入りやすいんですけど、ね、この画面に入れるので、うんうんうん、僕はこれをお勧めしてるんですけど、うん、どうですか、百均がここまで来てるのに、特に医療者の皆さんこれ知ってますよ。時代こうなってますよ。こうなってますよ。で、ね、僕はこれで何をしたいのかってですね、はい、最終的にはですね、これとくっつける、これ僕は思ってるんですよ。この iPhone っていうこの電話は、この次の世代になるとこれが VR 画像が撮れる、まあ、VR っていうのは要は、2つ の, 映像をちょっとずらしながら撮ってて、右目左目ってなるから、こういう2つに分かれたのをこう見る、レンズで見るっていう仕組みですけど、要はカメラで撮るときもそれが必要になるので、次の携帯の、ね、バージョンの時にはこれが VR 撮れる。で、それがネット配信できて、いいですか、ちょっと想像してみてください、はい、はい、平島先生の会心でーすって言った時に、カンファレンス室みたいなところでみんなこうやって、これ怪しい、それ怪しいね、こういう時代が、それ未来が来てるな、もうね、来てますよ。そう、時代だな、ね、もうこれがね、何がすごい、みんなこれをしてる時代なんですね。そう、100円でこういう話が進んでるってことですよ。すごくないですか。いや、すごいですよ、確かに。これ導入しましょうって言ってる話じゃなくて、時代はこんなに僕らが気づかないところで進んでますよっていうところがすごく大事で、こういうところに敏感にトライアンドエラーしながらでもいいので、何か新しいこと、古きと新しきを合体させるっていうことをですね、ちょっとやっていけたらなと。ちょっと滑稽ですけどね。こんなでね。ね、なるほど。でもそういう時代ってね、意外とだってね、皆さんね、今電車に乗るとみんなこうやってるでしょ。やってますね。これ ね, ね, これ ね, ね、30年前の人から見たらもう怪しい世界ですよ、これ。まあ、こんな世界、ね、怪しい世界。だからこれ怪しいって言ってる人は将来これが当たり前になってる可能性があるわけですよ。なるほど、そういうことですよ。だからね、もう決して新しきを疑いすぎずですね、ちょっとやってみようっていうのは僕はありかなと思うので。そうですね、まあ、我らもこうやっぱりイノベーションを起こすよ。そうですね、こういうイノベーションからですね、変えていきたいなと思います。ありがとうございます、はい、今回一種のある意味本当の教養だったかもしれませんけれども、これで教養です、教養ですね、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。